ニュージーランドトロフィー2022外球仕上げ×距離短縮前走丸々を狙え。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証の柳生でございます。本日は5分でわかる外球データ編ということで、ニュージーランドトロフィー2022をチェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、過去のニュージーランドトロフィー外球傾向を学ぶということで、外球は過去のニュージーランドトロフィーでどの予想をするのか確認していきたいと思います。そして2つ目、今年のニュージーランドトロフィーはどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬ポイントを押さえていきたいと思います。それではこちら、ニュージーランドトロフィー2018年の傾向でございます。1着は勝地、2着は K.I. のテック、3着はデルタバローズでございました。今年は1着と3着が外球仕上げとなっております。そしてこちら、ニュージーランドトロフィー2019年の傾向でございます。1着はワイルドファロー、2着は名勝勝負、3着はベルテルファッパーラでございました。この年は1着と3着が外球仕上げとなっております。そしてこちら、ニュージーランドトロフィー2020年の傾向でございます。1着はルスストローム、2着がシーズンギギフト、3着がイングレイテストでございました。この年は2着が外球仕上げとなっております。そしてこちら、ニュージーランドトロフィー2021の傾向でございます。1着はバスラットレオン、2着がタイムトゥーヘブン、3着がシティレインボーでございました。この年は1着と3着が外球仕上げとなっております。ニュージーランドトロフィー2022年ネロガということで、このパターンはいかがでしょうか。重賞からの外球仕上げは要注意。2018年1着の勝地、こちらは如月賞5着。2018年3着のデルタバローズ、こちらは京成杯13着。2020年2着のシーズンギフト、こちらはフラワーカップ3着と、そこから外球仕上げでの構想をしております。重賞は距離短縮、そして外球仕上げで巻き返しというパターンでございますので、こちら注目してみたいと思います。最終的な外球馬やデータ該当馬に関しましては、出走馬が確定いたしましたレース前日に LINE にてお送りさせております。下の概要欄から一部で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。週末重賞の外球分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にてお寄せください。そして最新の外球情報は LINE でお送りいたしております。出走馬確定後のレース前日19時前にはお送りしておりますので、下の概要欄から1秒で登録できます。ぜひ登録してお待ちください。そしてチャンネル登録、グッドボタン、いつもありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。今日はグッドボタン押してやってもいいぞ。よし、そろそろチャンネル登録するか。そのような方も大歓迎でございますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。